パリオリンピック2024レスリング男子グレコローマンスタイル77キロ級2回戦、大会12日目イコール日本時間6日シャンドマルスアリーナ。男子グレコローマンスタイル77キロ級2回戦に五輪初出場の草加翔選手が登場。アラム・バルダニアン選手、ウズベキスタンと対戦し12、12-2と大差をつけて勝利を収めました。 五輪初出場となった久坂選手は第一キリオドから果敢に攻め込み、相手選手に圧力をかけていきます。相手選手のバックを取って2ポイントを入れ、先にポイントを奪うと、第一キリオド中盤には相手選手が消極的と判断され、久坂選手に1ポイントが追加。その後も果敢に攻め込むと6対0で第一キリオドを終了。第二キリオドが始まると相手選手に攻め込まれ、2点を奪われます。 しかしその後は日下選手のペースになり4分4秒、日下選手が投げ技で相手選手の両肩をつかせるなど6点を奪うと12の2。テクニカルスペリオリティによる勝利を収め、日下選手は準決勝へと駒を進めました。